はい、どうもこんにちは。RJJ の岡本です。今日は私がこうブラジリアン柔術を、始めたきっかけといいますか、ブラジリアン柔術を始めるまでのこう、なんかストーリーみたいなのを、お話し、したいと思います。簡単に言うと、私もともと柔道をやっていまして、で、24歳の頃ですかね、柔道で腰を痛めて立ち技ができなくなって、で、実業団を辞めたんですけれども、ただそれでも、柔道が捨てきれなくて、当時住んでいた神奈川県相模原市の近くの、座間市民体育館にある柔道教室に通い始めて、で、子供とか、大人の方々と、こう、本格的にこう、本気でやるっていうよりも、和気あいあい楽しくやる、柔道を始めて、で、ただその、座間市民体育館の柔道教室で、私が高校の時に、ちょっとお世話になったことのある、高平田かなえ先生のお弟子さんに会って、そこで寝技研究会という、高専柔道っていう、あるんですけれども、高専柔道の、教室を紹介されて、その寝技研究会には28歳の頃ですかね、2006年2月頃に通い始めて、寝技の楽しさに気づいて、で、その後、高校の時の柔道部同級生の、小室浩二くんといるんですけれども、小室くんから、パラエストラ東京という、中井祐希先生がやっているパラエストラ東京の昼柔術クラスに、紹介されて、2006年6月から、ブラジリアン柔術を始めると。で、1ヶ月後の2006年7月に、ネアザワールドの、大賀幹雄先生が、主催している、白帯カーニバルという、確か白帯カーニバル20でしたかね。その大会で、階級ベスト、無差別級の、2階級制覇をして、白帯から青帯に昇格して、そこでこう、ブラジリアン柔術にハマったという、流れになります。で、それについてですね、ちょっと少しずつ、ちょっと話は長くなるかもしれないんですけれども、話をしてみたいと思います。今日は以上です。ありがとうございました。